でもよ、本当に良かったのか親父。演術なんかに手を貸しまってよ。サク、お前も言っていただろう。演術は俺たちの数倍の兵を持っているのだ。上陽を攻めなければ、俺たちが演術に攻められよう。今は従う他にないということですね。ああ、だが演術と炎章がぶつかれば動く気はある。今はその時を逃さぬようにするのだ。いつか父様は言ってたわね、新たな時代を築くって。俺がそんなことを言ったか？おいおい親父、それはねえぜ。まあ聞け。俺が望むのは皆の安寧だ。国や天下といったものにこだわるつもりはない。孫家は、いや、俺はあくまで官室の臣だが、己の身は己で守らねばならん。今江東五の地がどうなっているか知っているか？五は殿の故郷でしたな。今はだいぶ荒れ果てていると聞きますが。あの地には炎術や炎章のような大勢力がない。だから諸侯の小競り合いが続き、賊がはびこる。仮に俺がその騒乱を平定したとて、官室に背くことにはならんだろう。江東に割拠する諸侯を制し、五の地を平定する。そして力を蓄え、炎術炎章に並ぶ地盤を築く。すなわち孫悟。悪くない響きか。いやー、殿はさすがだな。ああ、やっぱ親父はすげえぜ。だがそれにはまずこの戦に勝たなければな。俺たちの未来は俺たちの手で切り開くのだ。駆けよ、大式虎たちよ。流氷を打ち倒し、上陽に我らの武を示すぞ。攻略目標は決まった。
進め。この戦、俺たちの勝ちだぜ、うん、お見事。いやはや、とても。出てきませんか。まずあの辺りを押さえておくかの。物どもかかれ。来たか、高等の田舎武者め。貴様らなぞわしが切り刻んでくれるわ。ひとまずあの辺りを押さえておくかの。物どもかかれ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。孫権とその老頭め、一度引いて様子を見るか。敵将高祖めは逃げ去ったわ。さあ城陽へ向け進軍するぞ。敵将討ち取ったぜ。よっしゃ、この俺たちの勝ちだぜ。お見事。いやはや、とても真似できませんな。鮮やかだな、孫策。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。目標は決まった。いざ進軍開始。を踏み荒らさせません。我が策にと打ち上がってくれるわ。目標は決まった。いざ進軍開始。このようなことになるとは。もはや変わるまい。目立ってた敵はいなくなった。おい、
の調子で城陽へ攻め込むぞ。さあこの戦俺たちの勝ちだぜ。さすが目立っ てらっしゃる。いらっしゃい。毎度どうも。攻めてきただと。誰でもいい。あの獰猛な虎を止めよう。兵器部隊配置につけ。孫権どもをこの城陽に近づけるな。牙を向け敵を殲滅するぞ。城陽守る我ここ通さぬ。若輩よ我が輩に続け。いざ敵陣へ。戦の主導権は我らにあり。激しく攻め立てよ。よし、一気に勝利まで突き進め。今こそ敵軍を消滅せよ。もう降伏やらいでか。わしらは敵の兵器を潰そうぞ。待って、城陽に着いたぞ。まずはあの目立つ兵器を潰しとった。もたもたしてられねえ。熱くなってきたぜ。よし、ここで防御態勢を取るのだ。
防御態勢を取るのだ。手触りなとこは潰しちまうか。ついてこい。さすが兄上だ。熱く激しい戦をなさる。冗談だろ、親父。親父。嘘。いやよ、父様。医者は、早く医者を。殿は、もう亡くなられている。ああ、殿。殿。なんでだよ。なんだってこんなことに。孫賢殿。父様、目を開けて。ダメよ、私たちを置いていかないで。お願いよ父様。父様。さて、これからどうしたものかの。孫賢殿亡くして我らもなし。孫家の将兵は炎術の軍に兵丼されるか。それは嫌だな。俺は殿だから戦ってきたんだ。炎術の下につくくらいなら俺は抜けるわ。気持ちはわかる。だが孫作殿と孫賢殿、
そして姫様を置いてか。それは。お主の道はお主が決めよう。だがまずは殿の墓前に挨拶を済ませていけ。親父。作兄様。兄上、私たちはこれからどうすれば。孫作、君が立たねば孫権殿の夢もついえるぞ。ああ、分かってる、分かってるさ。落ち込んでる暇はねえぜ。剣諸侯、親父が残してくれた夢、俺たちが受け継ぐんだ。兄上は強いですね。おう、剣、俺を誰だと思ってんだ。作兄様、泣いてるの？そんなわけあるかよ。将軍は俺を誰だと思ってんだ。俺は高等の虎、孫権の息子だぜ。作兄様。兄上、孫作。行くぜ、剣、将軍、シュウ。親父の夢、高等の孫悟、俺たちの手で築くんだ。殿、見てますか。ご子息らは皆ご立派に。泣くな、見苦しい。行くぞ、郊外。我が輩らにはやるべきことがある。すまん、先に行ってくれ。年のせいかの、目の前がにじんでおるわ。お主もか。そうしか簡単に泣きおって、若輩者どもには付き合っておれん。孫権殿、虎の意志確かに受け継がれましたぞ。